皆さんこんばんは、ななみです。今日は9点メガ割でおすすめしたい、即効性やメイクのりに期待できるスキンケアを見つけたので、紹介していきたいと思います。それではビデオ、スタート。はい、ということで、まず、最初なんですけど、というかさ、私なんかあんまりこう、スキンケアを、おすすめするってそうないかなと思うので、ちょっと今日紹介できるの個人的にね、めちゃくちゃ楽しみなんですけど、まず洗顔、こちらがリデンスのマスカットジェラートポアパッククレンザー。パケの色からもそうなんだけど、マスカットってついてるだけあって、ね、香りがね、マスカットなんですよ。これさ、ちょっともう使っちゃってるから、ゴリ減ってるんだけど、このね、マスカットの香りって基本的にいい香りでさ、なんか個人的にだけど嫌いな人いないんじゃないかなと思ってて、で、すごいいい香りなのよ。マジでこれつけてるだけで幸せな香りだから、大好きなんだけど、で、くるくる回すと、ちょっとこう、聞こえるかな?パチパチ鳴ってんの音が。拾えてる?このカメラ。てかもう普通に美味しそう。食べたい。食べたいんですけどっていう洗顔で。これネットで泡立てるとこんな感じでモコモコで使用することができて、すごいでしょ?もうなんか泡だらけ。泡に溺れちゃうよっていうぐらい泡立ちいいんですけど。で、しかもこれ低刺激なのに、ディープ洗顔っていうのができて、パックとしても使えちゃうからさ、で、特に私は夏にクレイ洗顔っていうのを大事にしてて、なんでかっていうとやっぱり夏っておのずと汗めっちゃかくじゃないですか。で、皮脂がすごい出ちゃうっていうのもあるし、日焼け止めね、結構私塗ったくってるので、毎回。もうすごい塗ってるんで、だから毛穴集中ケアしたくて、やめられない。パックとしてつける場合は、1、2分置くだけなので、ちゃちゃっとなんかやってたら普通に時間経ってるから、すごい楽ちんなんです。突っ張り感もなくて、角質もスッキリして、毛穴の数もちょっともう改善お願いしますっていう感じで使ってます。なんかこれは大事な日のその前日っていうのももちろんなんですけど、当日も全然使った方がいいかなと思ってて、化粧のノリが全然違うっていうのを多分分かってもらえるかなって思うので、すごいおすすめです。で、次がこちら、じゃーん。リデンストーンアップスポットコレクターアンプルになります。これは9点の総合ランキング1位を取った話題のチェリーアンプルになってます。まずこれ、このスポイトタイプっていうのも私的には結構ポイント高くて、このまま直接ね、肌に乗せることも、こういう風に乗せることもできるし、これ何がいいかっていうと、もう美白ケア、そしてシワケアの二重機能で、シミや色素沈着をケアできて、消しゴムアンプルって呼ばれてるの。アセララとかビタミン3とか、自然由来のビタミン成分がたっぷりで、グルタチオン、ナイアシンアミド 5% も配合で、私最近ね、ルメッカっていうのをやって、このシミそばかしチアですね、やってきたんですけど、このね、ルメッカをした後にこの2つを入れ込むと、肌が荒れにくいっていうのを聞いて、ほんとね、ナイスタイミングって感じだったので、こちらを使ってます。刺激が少なくて、化粧の前のスキンケアの段階で使うと、キメも整ってくれるからなのか、すごくメイクも崩れにくくって、いい感じです、これも。で、続いてがこちら。これはね、リデンス、トーン&スポットリカバリークリーム。これもセットで使ってるんだけど、中がこんな感じで、このクリームピンクっていうのが美白ケア。で、この白いブツブツがデュアルカプセルっていうんだけど、これがシワに良しとされるやつなの。保湿だけじゃなくて、鎮静ケアにも優れてるし、三重のヒアルロン酸配合で潤いをキープしてくれるから、ほんと次の日に、おほほーってなる張りの肌になってるし、即効性求める方は、こういうのね、ほんと大好きだと思います。夜にスリーピングマスク、またはナイトクリームとして、使ってこのまま寝るだけです。私はね、ほんと部類の、めちゃくちゃ乾燥肌で、砂漠みたいな感じの肌質なんですけども、これをね、使うとメイクに気合が入るぐらいの仕上がりになってくれるんで、ほんと大満足です。さっきも言ったんだけど、この2つセットで使うのが個人的におすすめかなと思ってます。で、最後がこちら日焼け止めなんですけど、リデンスのマイルドアクア UV エッセンスと、で、こっちがリデンストーンアップブラーリング日焼け止めになってます。で、こっちのマイルドアクア UV エッセンスっていうのは塗りやすくて肌なじみがすごくいいやつで、丸1日潤いが続く UV エッセンスで、水分感たっぷりで乾燥感っていうその突っ張り、白浮きっていうのもなしだから、普段ね、メイクしないよっていう方にもおすすめ。ほんと日焼け止めだけとして使うのもおすすめなので、男性の方も使いやすいんじゃないかなと思います。こっちはね、リデンスのトーンアップブラーリング日焼け止め。だから、これね、手に出してみるとこんな感じの色味で、さっきのと比べると、だいぶ色味
変わってくるかなと思うんですけど、こんな感じで紫色で肌を補正してくれて、トーンアップもできるし、ナチュラルメイクの時はこれだけでベースメイク完了っていうこともできるかなって思います。水分含有量が 70% ということで、保湿力もあって突っ張らない日焼け止めっていうのがすごく嬉しいです。なんか今の若い子とかに本当に言いたいのは、日焼け止めをもうするだけで全然違うよっていうこのね、長いこと生きていく中で日焼け止め塗る塗らないで本当に全然ね、肌の感じとか、こういうね、私みたいなアラサーとかになると本当に若い時にもっとやっておけばよかったなって思うからしっかりね、入れ込むのが大事だと個人的には思ってるので、今はね、こうやって肌をね、トーンアップさせてくれるような日焼け止めも出てくれてるし、そう、すごくいいかなと思うのでおすすめです。はい、ということで今回は、おすすめのリデンスを紹介したんですけども、全部良くないすごくない？私本当に出会って良かったスキンケアすぎて、何よりこう即効性っていうのを私はね、大事にしてるというか、やっぱ即効性ある方が嬉しいじゃんあーみたいなさ、もちろん長期間使ってっていうのも全然あれですけども、やっぱ即効性がある方が嬉しみがね嬉しみが違うじゃない。で、私この前 INI の対面イベントっていうのがあって、推しとね、ちょっと1分ちょいぐらい話せるイベントがあったから、もうその日ももうリデンス大変お世話になりましたって感じで、もう意識全部使って対面してきたぐらい気に入ってます。なのでみんなも大事な日の前日ももちろんなんですけど、当日も使ってみてほしいなと思ってて、で、今回紹介した商品、このね、リデンスの商品はセットでお得に買えちゃうということで、今回ね、クーポンも発行していただいたので、皆さんも9点メガ割り期間中にお得にゲットしてみてください。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。